どうも、エルザです。それではラストオブアスパート2やっていきたいと思います。新しく小屋の中に入って、探索するという感じかな。なんもないよね。サプリメント、布、物資がちょっとあるぐらいか。いや、雷すごいね。あとサイレンサーに変えといて、これなんだろうね。ボーリングではないよね。投げる？あー、バスケット的な感じかな。これビリヤードでしょ。ガチャガチャがある。なんだろう、ちょっとドラクエのオンラインっぽい感じがある。これボンバーマンっぽいよね。さあ、まあ上の方に行かないといけないみたいなんで、あ、なんかある。WB ゲームセンター、毎年恒例フライトナイト。ああ、ゲームセンターなんだここ。ハロウィンナイトのスペシャルリワード、ホラーの食べ物、ブサコスチュームコンテスト。ブサカワじゃない、ブサコスチュームなんだ。ちょっと待ってね、電気消して。ボートはあるけど。あー、なんかいそうだね。あー、バスケットだ。あー、で、バイク。こういうのあったよねー。今見ないけど、ほとんど。ないよね。また、いじったら襲われるとかないよね。マジ、恒例ですかっていうぐらい、狙ってくるからさ。ボトルアクションナイフルね、攻撃力上げたいのあるんだけど、ショットガンは元が強すぎるから別にいいよねって感じ。いや、スコープつけるか。なんか書いてある。さあ、切り替えて、まあ同じものなんだけどね。弾は OK。 今なんかこういう感じのあんま見なくなったよね、ゲーセンは特にね。あれ、ダンレボ誰もかな、だよね。ステップビート、音ゲーか。びっくりした、なんかいるかと思った。これを運ぶ感じだけど、開かないからじゃあ運ぶかみたいな感じになるんだけど、先に来てしまったね。物資が欲しいあまりに。うっそでしょ。あ、やべ、名前なんだっけ、ジョエルと戦ったやつ。やばい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 やば
ブロータブロータブロータ、シアトルにもいるよね。だからショットガンの弾ね。ちょっと待った、なんで吹けないのかな、ちょこちょこ。撃てない撃てない、ボタンが反応しない。あーやばい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 、待って待って、どうした、なんで弾が2発連続で撃てない、さっきから。やばいやばい、マジで撃てる。ちょっとちょっと待って、それはあかん、 R2 がずっと反応しない。はい、一切攻撃できないからね。マジかよ。いけよし、いやーびっくりしたR2 が反応せんのはあかんて。あーこれちょっとやめよう、これいったら多分もう戻ってこれない感じじゃないかな。爆発物あって、まあこんなもんか。いやー怖いんだよね、最近プレステ4のコントローラーが言うこと聞かないことが多すぎて。カードゲット、強くはないな、知力高いキャラばっかしだねこのゲーム。スネークか。でさ、今こう見てて一瞬気づいたんだけどさ、これこれ1の時にこれと同じではないんだけど、男の子と会うんだよね、親子に、親子に会った時になんか渡した人形に似てた今。これは開かない、これで上戻れるかな。あー戻れた戻れた、いや戻れたというよりなんかちょっと違うかな、反対側に来たって感じかな。ここは事務所かな、パソコン室的な。何かあるかな。そうか、回復キットが落ちてたのか、これは関係ない。感じだったんだ。なんでいけないのか全然分かってなかったけど。あーでこの下で戦ってたんだね。
そしたらちょっとショットガンの弾だけ回収行こうかな。また出てきそうだよね、ああいうボスね。まあ、勘弁願いたいけど。切り替えて、弾もありがたくいただいて、取り。あげると、いやもう嵐だよね、ここまで来ると。これ進めんの？こっちだね、家の方を入って、降りれそうで降りれない。こっちも無理。あれ、これ海に出るんじゃない？あー、回って向かうってことか。いやいや、よい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 。うわー、止まった。マジこのタイミングはあかん。うわー、全然動かねえ。やばいやばいやばい、まずい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 。とりあえず上、上、上。とりあえず浮く方、体が浮く。これ泳ぐの？うわ、やばい。で、潜る。そうそう、潜ればね、潜れば意外と大丈夫だな、何したの。やばい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 。早く早く。これは死にそうだな。まあでも観覧車見えてきたね。行こう。うわー、遊園地というには水族館なんだよね、今目指してる場所ね。もう港らしきところもなんかボロボロになってるだけって感じだね。さあ、遊び場があって、で、それでアビーはどこに？これカタツムリすげえな。あー、ちなみに滑れない。もうこっちから行くか。あ、さすがにあかんわな。あー、割れない。さらに裏かな。登れない。あ、開いてる。これ、こっち側は？何もないかな。なんかもう後で来れなさそうな感じだよね、こうなるとね。とうとう最後か、もしかして。
でもアビーと初対面なんだよね。はいはい。そっちは登れない。こっちか。んじゃあ侵入しますか。クラゲがあってタコだね。ほんと水族館だね。まあもう飼育されてないでか全滅してる感じはするけどね。動物は水族館なんて餌がないからね。何も入ってな。あ、やっぱ割れないか。あー、一箇所割れて入れるところあるね。多分そこから入るのかな。うん、じゃあ今のところから入ろう。なんか出てきてもおかしくはないんだけど。あ、アイテムか。なんかやたら回復系が出てくるな。爆発屋どうしよっかな。作りたい気もするけどまだいっかな。何なんだろうこれ。これはあれか、飼育用のやつか。なんかこういう雰囲気で見るサンゴとかはすごく不気味に見えるね。登った瞬間とかはない。酸素ボンベぐらいか。ロッカーの中は、パーツサプリメント。サプリメント120にあるね。ライフを上げて、聞き耳移動か。よし。移動と、聞き耳移動とライフを上げて。あー確かにほんとちょっと早いぐらいだね。マジでどこにいんの。いやてかむしろまだいんの。ここかな。くそ開かないね。割れる？いや割れねえ。他のとこから行こう。他は？あ、ここ行けるね。ライトが消えた。ここで消えないでほしいね。いった。やばっ。
犬はやめてくれ。ってことはバレたね。ごめんね、ワンちゃん。いや、よう飼育されてる犬よ。なんか治療した後？何があったわけ？やっぱ治療した後だね。アビーもそういえば逃げたわけだもんね。裏切り者みたいな感じだったから怪我を負ってるわけか。そこ入る感じ？どっちだ？こっちでいいのか。じゃあ絶対開かないと思うんだよな。ですよね。あの島に行けば死ぬのよ。これまで何度もアビーに救われてきたろ。あの子が決めたの。私は行かない。なら来るな。もう帰れ。最低ね。手を挙げて。アビーはどこ？お前あの時のどこに向かったの？言えば殺さない。言ったってどうせ殺される。あんたらに用はない。アビーだけ。嘘つけ。あんた、こっちに。さっさと来な。アビーの居場所を指さして。で、次はあんた。一致しなければ殺す。わかった。何してんだ。どうせアビーは死んでる。おい、やめろって。来ないで。なあ、話せ。下がってな。居場所を指して。さっさとしな。ごめん。唐突のアクション。さっきのは最初にやったトミーのやり方だね。ジョエルから教えてもらったやつだ。殺しちゃった。アビーはどこ？彼女はどこにいるの？そんなわけない。なあ、俺だ。ごめんなさい。いいんだ。おい、行くぞ。行こう。大丈夫だ。
いやー、またね、尋問失敗した感じだね。しかもお腹の中子供いたか。じゃあとりあえずトミーは救出できたっていうことだから、一つの目的は達成というところだよね。ただエリーがこのまま引き下がるのかどうかだな。なぜ武器がある？いや無理だよ、雪で覆われてる。向こうに着く頃には全部溶けてるだろう。どこ行くんだ？ちょっと外に。まだ起きてたの？眠れなくてな。なあ見てくれ、帰りはエレンズバーグを通っていこう。明日フォールシティに着くかってとこだな。エリー、奴らも報いは受けた。でもあいつは生きてる。そうだ、それでもいいか。仕方ないでしょ。うん、また間を通るなんて嫌になっちまうな。それよりもマリアから大目玉食らうこと心配したら？もう慣れっこだよ。でもまあ、お高そうなエリアを通ってた時にネックレスを見つけてな。あれ絶対本物の金だ。本当に本物？間違いない。見せてくれよ。俺だって見分けをつく。じゃあそれみんなからってことにしてよ。自分の分は自分で探せ。大丈夫か？平気。エリ。平気だって。戻ってきてくれてありがとう。お前ら放っておけないし。正真正銘のバカ。じゃあこれならどうだ？お前一人じゃお先真っ暗。その息、まずい。ジェシー立ちな。両手を上げなきゃこいつも撃つ。ダメだエリー、早く逃げろ。さっさと立ちな。ダメだ、出すな。黙って。サホラ、待って、わかった。武器を捨てて。早く捨てろ。ほら、エリ、ダメだ。ジョエルのせいじゃないの。私を守ろうとしただけ。治療法がないのはこの私のせいなの。彼は逃がして。みんなを殺した。見逃してやったのに、全部ぶち壊した。
え、アビー4年前え、どういうこと？しかもあれだよね、水族館から戻ってきた時に追跡してきたってわけか。居場所が分かんないというよりかもう近くにいたの可能性高いんだね。マジか。え、どうなんだろう。そしたら、今回、動画を見ている方はここまでにしたいと思います。メンバーさんは、ノーカット版なのでこのまま引き続きしていきたいと思います。ということで、ここまでにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またねー。